Presented by JT。 どんなに大人になっても鉄腕アトム。手塚治虫が生んだ戦後のコミックを語る上で欠くことのできないスーパーヒーロー。1952年に雑誌少年に初登場。60カ国語を自由に操り、ジェットで空を飛び、目はサーチライト。お尻からマシンガンを発射し、力は10万馬力から後に100万馬力へとパワーアップしたアイドルヒーローだった。一人息子の飛びを失った天才科学者天馬博士が作ったロボット、それが後にお茶の水博士によって名付けられた鉄腕アトムでした。彼にはロボットの両親もいるのですが、本当の生みの親はやはり手塚先生、それに兄弟のウランとコバルトもいたんですね。人間以上に平和と正義を愛するアトム、その人気は圧倒的なもので、国産第1号のアニメにもなり、後にカラー化されました。僕飛べるよ。登場以来40年、常にヒーローであり続けた鉄腕アトム。時代はゆっくりとアトムの住む未来社会に近づき、アトムはこれからも人々に愛され続けていくことでしょう。コミックの主役たち、明日は忍者武芸帳です。あなたにジョイフルタイム、 JT がお送りしました。不思議な男影丸、コミックの主役たち。Presented by JT。 忍者武芸帳影丸。戦国乱世の時代、武士階級に抵抗する忍者集団影一族のリーダー、どこからともなく現れ、幾度となく死の瀬戸際から蘇った男影丸。忍者だな。そういうお前もな。忍者武芸帳は昭和34年から37年にかけて忍者ブームの中、貸本漫画として出版された。当時東西対立の緊張した世界の中、学生たちがこの漫画に共鳴して人気を博していったのです。まさに時代の産物でもあったのでした。戦国時代を農民の目を通して描いた忍者武芸帳。影一族が全国を駆け巡り、農民と共に活躍する姿は、これまでの子供漫画には見られないテンションの高いものでした。城の外で多くの松明が影丸に応えた。影丸様の合図だ、行け。俺が死んでもその後を継ぐ者が必ず出る。そして敗れても敗れても戦うのだ。多くの人が平等に幸せになる日まで戦うのだ。そんな夢のような世の中が来ると思うの。100年先か1000年先か、きっと来る。壮大なロマンとスピード感のあるコマ運び。作者の白戸三平は漫画に文学性を与え、それによって影丸は時代を超えたヒーローとなったのでした。コミックの主役たち、明日はゴルゴ13です。あなたにジョイフルタイム、 JT がお送りしました。ヒーロー、コミックの主役たち。 Presented by JT。 超A級スナイパーゴルゴ13、その年齢、使命、経歴は全て不詳。東洋人らしくデューク東郷と呼ばれてはいるが、唯一はっきりしているのは、絶対に的を外さない百発百中の腕前だけだった。俺の後ろに音も立てずに立つような真似をする。俺は後ろに立たれるだけでも嫌なんで。
69年の初登場以来今も続く大人気のコミック。劇画のジャンルはこの作者斉藤孝雄によって確立された。知らずにバーで楽しむやつの茶番に13は依頼された標的を必ず倒す。たとえそれが男でも女でも感情移入はせず、ビジネスとして処理する殺人マシンなのだ。ゴルゴ13の銃に倒れた者は数知れず、しかしその不可能を可能にする超人ぶりは全額を超えて人気を呼んでいるのです。コミックの主役たち、明日はアキラです。あなたにジョイフルタイム、 JT がお送りしました。主役たち、プレゼンテッドバイ JT。 サイバーパンクアキラ。第三次世界大戦が勃発した近未来のネオ東京、軍の指揮下で研究が進められたエスパー、それがアキラだった。1982年の登場以来瞬く間に人気を呼んだアキラ。その人気の秘密はストーリー、メカデザイン、全てにおいての超ド級にあり、単行本は現在までに430万部を突破。さらに1988年からのアメリカ版を皮切りに海外でも出版され続け、ついに映画化もされたのでした。あ、鉄道、どうしたんだ。あきら、そんなやつは知らん。 あの力には触れてはならんのかもしれんな。神の力ですか。我々が変えるのではない、アキラを望む人民が変えるのだ。アキラってのはどこにいる。それはオリンピック会場、地下施設。違う、違うわ、アキラ君は。あ、待って。アキラ君、その圧倒的なリアリズム、アキラは SF コミックの最高傑作と言えるでしょう。コミックの主役たち、明日は巨人の星です。あなたにジョイフルタイム、 JT がお送りしました。主役たち、プレゼンテッドバイ JT。 巨人の星、星飛雄馬。飛雄馬は父一徹の果たせなかった夢、巨人の明星になるために、幼い頃から野球の英才スパルタ教育を受け、不屈の闘志と根性を持って生きることの全てをそれにかけたのだった。思い込んだら試練の道を行くが、男のど根性。なんでギブスを外した。寝る間も外してはならんと言ってあるはずだ。だって箸が、足が持てなかったら手掴みで食え。お父さん。お前は黙っていなさい。やだやだ。挫折を繰り返しながら激しい特訓に耐えたヒューマン。
そしてそのヒューマを待っていたのは修正のライバル花形満と左門豊作だった。星君、今年こそは君と一緒にプレーができると思っていたのに君はいない。星君、わしでんこのまんま修正のライバルの首は他人に捕らえたまんま終わるとは信じとうなかとです。世界の巨人梶原一騎のスポコンもの決定版、それは野球であり星飛雄馬だったからこそ大人気になったと言えるでしょう。来週は刑事の主役たちをお送りします。あなたにジョイフルタイム JT がお送りしました。